やばそう。いやまあ夜までにね降ってくれたらいいんやけど、あちょちょ止んでくれたらいいんやけど、まあでも予報的にはそんな長くは降ってなさそうやから、まあまあまあ夜にかけて外も夜の天気にかけます、やみますようにって感じ。酒っぽいから吹き飛ばそうね。もうマジでよかった、夜だけとかじゃなくてよかった、雨ほんまに。もうそうそう、ちかっぱ会場向かいます。お、ありがとうございます。お家が遠いんかな。雨最近夕立がすごいな。結構さ、なんかちょっとだけの雨が多いよね最近。でも今日は朝だけでよかった、夕立じゃなくてよかった。朝だけで夜頃にはもうあのもう乾いててほしいね、ステージが。ステージの上だけでもいいから。めっちゃ消えてるんだけど、ちょっと一旦全部消しちゃおう。もすごい消えちゃってる。ギャロ先生は毎回来てくれてます。さより映画見てましたです。あね、なんかめっちゃ怖いらしいね、見てないけど。降りませんようにね、マジ夜は止んで。そういうの危ない。そうなんよね、それが。まあまだ今回ちょっといつもより人数は少ないから、こけてもドミノ倒しみたいなことになることはあんまないと思うけど、普通にこけるの危ないから、どこだ、あったあった、恐るべき。ね、あきら先生、雨が。まあまあ雨も雨女の方なんですけどね。そう、まだ雨も雨女の方だから、そのあきら先生の雨男と9期何人かの雨女の力が晴れ女たちに負けちゃってるんかもしれん。あきら先生も強すぎるんかもしれん。プロデュースグループにはリボンちゃんいてるから見てこようと思います。ああなるほど、だから早めに楽しんでください。私たちはバリ夜やけど、今日は12時からぐらいから会場入る予定。なるほど、まだあれかな、雨、いやもう止んでてほしいね、お昼頃には。
雨男説、あ、もう説じゃないんですよね。あきら先生本人がもう雨男って言ってるから。怖い映画と恋愛映画どちらも興味ありますか。恋愛あんま見ひんな。大体ホラーか映画はアニメの映画しか見ばっか見てる。そのヒロアカの劇場版とかアニメのなんか劇場版とか、あとはなんかそもそもそうジブリとかね、そういう系アニメ系のアニメイラストの映画ばっか見てる。実写はホラーかな。恋愛はドラマで見るかな。結構今日だと昼から晴れて大丈夫みたいなね。だと嬉しい。この前のリハの時もあきら先生が、まあ今回もアメちゃうんかみたいな、そう、もうあきら先生自分でも結構なアメ男って言ってたからさ。今日会いたい近いで多いね。おお、それは嬉しいです。てんちゃんがてんちゃん頑張れ、晴れ女、晴れ女。鬼滅、あー確か鬼滅ね、あ、しゃあ鬼滅とか無限列車、まあ基本ヒロアカやけど劇場版見るのは。あ、だコナン、コナンとかも見たね最近。萩田さんの映画めっちゃヒットしてるね。でもおもろかったもん。バリメンバーでも2回見に行ったって子おったよ。アミも2回見に行った。天気予報見たら朝8時から入るって。おお、結構早いね。じゃあそれはもう止む、それはもう止んで乾くんではないか。配給は、配給あれあれゴミ捨て場の戦いか、映画やってた。映画でもそれはねアニメで見たかな。だからもうなんか別にいいかなって思って。NB 棋聖初披露もある。ああ確かに、あのね AKB さんのあれバリアーメンやったね。 AKB さんのフェスの時、あの時も明菜先生おったんかな。猫がやってきた。まいちゃん映画のポップコーン食べる？バリ食べる。食べないと映画じゃないってなっちゃう。そのさ映画館で食べるからこそ、あ、え、じゃ映画館で見るからこそ食べれるものやんか。だからほんまに映画館来たらそのポップコーン食べないと気が済まないよね。ああ。そう、レイニャな、レイニャバリおもろかったやし、バチェラー橋、バチェラー橋か。何ジブリ見ない。ジブリ系を見てるよく。
あんまり実写見ないよねっていう。公演しないってなんかやめじゃないかな。ね、すぐやっとやめ、やんでほしいよね。ポップコーンアミがひっくり返すの危険です。あ、そうですね。とりあえずアミとホラー見に行くときはとりあえずポップコーンを買ってはいけないと。そうですね。飲食しながらだと集中して回収できなかった。マジでアミ逆になんか食べたり しないと集中できひんねんななんか勉強ときとかもそう、飲み物とかないとあんまり集中できひん。レンヤのやりきり勇気がすごかったレンヤレンヤ昨日のギャンブレンヤすごかったね。確かに せっかく可愛い路線でやってたのに急に男のキャラをまたやってるね。せっかく最近まあ旧期のね、てかもアミがポップコーンをひっくり返したのは正味音のせいでもあるのよね。その映画館って音でかいやんか。ほんまになんかもう開始数十分で急に音でかくなったからさ、音でかいやつが聞こえたからさ、それはさすがにアミもビクってなった。映画館マジで急に音でかくなるからビビる。私はインドネシアから来ました。そちら何時ですか。何時ですか今。あれこっちか。7時15分でございます。水鉄砲なかったから、あね、それはあやめも残念。でもそう、カッパの弥生さんは安田萌音さんのイメージ。カッパそれちゃんと見れてないよな昨日。ほぼあのレッスン場こもってたからみんなと。なんやゴマが来ましたなんかあれやな、今日チカッパで今日終わってもまた明日からさ学校始まるからさ、あんまり時間ないね見れる時間。土日とかオンライン話し会終わった後に見ようかな。昨日ユナナに会いに行ってたからキャンプ。おいいじゃないですか。でもまたねお姉ちゃんと新しくねやってますわ。自分先見たばっか。あ、マジ？いいじゃん。チカッパチカッパなの。なんかホノピーが言いそうなダジャレ。そう、周年リハもさ、多分もう9月く、もうってか9月から確定で始まるやんか。ここの回から10月の。忙しくなっちゃうね。しかも今回学校ある期間やから、401401や401。
もうほのぴはもうマジでもうちひるんの方がうまいっていじられまくってたからな、世代交代の時もうまい。中間テスト、中間テストっていつやったっけ覚えてない。え、でも多分あれな、9月の末ぐらいやんね、確か。なら結構忙しめの時期なんじゃね。でもさ、中間に2学期の中間、あ、そっか1学期のあれからやるからか、いいのか。ホノピのダジャレは大事じゃない。その、この前のナンバラエティ公演、私がナンバラちゃんとして出させてもらってた時に、ホノピがその企画か、いつもあのプレゼンツ企画をやってるじゃないですか、ナンバラエティ公演って。その時にその、まあ、企画でほのなんか30秒間面白いことをするっていう時に、ホノピがずっとダジャレをしてて、ほんまにちょっとおもろかったもん。なんかそう、ただホノピーは即興やから、そう、なんかクオリティを求めないでみたいな感じで、そう思ってるんですけど、確かに速さはね結構速いよね。なんかあやみたちが急にこれ、私作ったよって言ってすぐポンって出てくるじゃないですか。それはほんますごい。ダメも大丈夫とかマジで思いつきもせんからさ、自分そもそもそう、なんか面白い、なんか速さ、私は即興ダジャレやからっていうのをほのぴずっと言って、うん、そう、なんか急にふって言われてポッて頭に出てくるのがポッてすごい。基本2文字、確かにあの3文字言っても上2文字しか使わんで、ね、ああ、ごまめがじゃれてる。大阪北北部や大阪市に大雨警報、そんな雨降ってるの、そんな雨降ってんの、え、知らん知らんないけど、大阪そんな雨降ってるんや。北北部って何、北北部じゃない、北北部じゃない、北と北東部、あ、北東部か、北と南のとあたりにと思うかと思った。だからこっち側ってことでしょ、大阪がこうあるとしたらこっち側ってことやから、どこやあ、大阪市もでもあんのか、北東、北東みたい。大阪雷鳴ってるよな、さっきから多分ちょくちょく聞こえてる方は聞こえてると思う。だって鳴ってるもん普通に、雷ゴロゴロやったる。でもまだだいぶなんか収まってる今。大阪の上の方だけピンポイントで雨降ってる。へえ。あれでもさっきちょっと外出たんですよ。あの車にね忘れ物をしたから、それちょっと取りに行ったんですね。でも雨は降ってなかった。雷は鳴ってたけど。神戸市内めっちゃ晴れてる。大阪と兵庫でそんな違うねんな。
ら、わ、兵庫県晴れちゃった高槻、あーそこら辺か、ヒーラパーとかそこら辺ってことやな。おすごい、おーちょっちゃったなんやろ、昼に雷よ、なんか新鮮だね、あんまり怖くない、夜やばいけど光られるとね、やばいよね。相談状を読みましょうかな。どこ？あった。よし。いきまーす。13位でこんばちびとさん、ありがとうございます。12位ひーたるさん、ありがとうございます。11位たからんさん、ありがとうございます。10位こうへいさん、ありがとうございます。ケイフロシキさん、ありがとうございます。8位ヒーチャーさん、ありがとうございます。7位サトくんさん、ありがとうございます。6位ヨッシーさん、ありがとうございます。5位タツニヤさん、ありがとうございます。4位タカマサさん、ありがとうございます。3位ナルさん、ありがとうございます。2位ムージさん、ありがとうございます。そして1位はマツくんさんでした。ありがとうございます。はい、パチパチ、ありがとうございました。頑張ってね、ありがとうございます。しかっぱ頑張りました。はい、楽しみましょう、はい、みんなでね盛り上がりましょう。あ、もう夏休み最終日やからさ、今日25日曜日、もうちょっと上で、上でいいか、この1位は松くんさんですね。で、ここにみょんちゃんが、で、アバターを描きましょう。あ、招き猫じゃないですか、かわいい。手があって小判を持っていると、感謝、はい、OK、感謝 OK、 ね、もう点目に点目です。かわいい、よいしょ、ピンク。
で時間か。アバターは緑で黄色で、そうしたら、あ、こまめちゃんたちも描いてあげないと。かけた。ありがとうございます。はい、かけました。で、なんかめっちゃコメントが進んでる。めっちゃ、まあ、何、目、目、目何する？めまいかな。大丈夫ですか。倒れ、熱中症とか。いっぱい水分補給して。はい、ではありがとうございました。今日の1位はマーツくんさんでした。ありがとうございます。あ、めまいかよかった。ありがとうございます。おーバカー。はい、ありがとうございます。もうありがとうございました。23万ポイントでマインシャインマスカ、マインシャクス、待って待って、マインシャインマスカットもらえるね。マジ？やりました。ああ、もうマメメ、マインシャックス、なんかもうありそうだな。マインシャスカットか。はい、ありがとうございました。いつもそうや、暴れの豆しかおらん。なんか落とすのも全部豆。ごまちゃんはね、暴れるけど、そう、なんか猫同士のじゃれ合いだけやから基本何もせへんね。麦はマジで何もせへん。はい、ではありがとうございました。明日もう平日やから7時のですね。はい、ではありがとうございます。ではまたちかぽでお会いしましょう。ありがとうございました。またね。ありがとう。また明日もちかぽもよろしくお願いします。バイバーイ。